今回はとてもかっこいいコーヒーメーカーを紹介したいと思います。名前はジーナと言います。まずはグッドデザイン賞を受賞しているこのフォルムを見てほしいです。とてもスマートでスタイリッシュ、すっきりした現代的なデザインですよね。材質はステンレス、セラミック、耐熱ガラスで、色はブラックとホワイト。高品質な材質とシックでスリムなデザインはどんなキッチンやカウンター、店舗内の一角に置いても邪魔にならず、インテリア性も非常に高いです。こういう満足度の高さはコーヒータイムをより最高なものにするためには必要不可欠なことだったりします。詳しい使用方法はメーカーのサイトをご覧ください。とてもおしゃれなサイトで分かりやすい動画もあります。概要欄の URL からどうぞ。この動画はジーナの素晴らしさを伝えるための紹介動画となります。このジーナという商品はゴートストーリーという会社が開発したコーヒーメーカーなのですが、最新のスマートコーヒーメーカーになります。そしてこの商品には素晴らしい特徴が大きく2つあります。 1.3 つの抽出方法がこの1台でできてしまうということ。 2. アプリとの連携ができる、そしてそれがとても素晴らしいということです。まずは1つ目、3つの抽出方法がこの1台でできるということなんですが、プアオーバー、透過法、一般的なドリップの方法です。イマージョン、浸湿法、フレンチプレスの原型と言われているやり方です。コールドブリュー、水出し、いわゆる水出しコーヒーです。今まで抽出方法によって使い分けていた3つの方法がこの1台でできます。それを実現することができるのは特徴的なデザインと、なんといっても開閉式の独自の調整バルブのおかげです。このバルブは本当に優秀で、全ての抽出の要です。水の流れをコントロールするために使用します。ドリップの場合はお湯の流れを一定の速度にコントロールし、均一に豆に浸透させることができます。水出しの場合もバルブの調節で水の落ちる速度を思う通りにコントロールできます。一方、浸湿法の場合はバルブを完全に閉め、コーヒーとお湯を一定時間混ぜ合わせることができます。その後バルブを開いて抽出を開始します。混ぜ合わせる時間を細かく調整できるので、自分の好みに合った一杯が作れます。次に2つ目の特徴、アプリとの連携についてです。専用のスマートフォンアプリと連携できるのですが、アプリを使えばレシピを細かくコントロールすることができ、自分好みのレシピを保存したり共有したりすることができます。どういうことかというと、アプリのデジタルスケールとタイマー機能を使うことで正確な計量とタイミングを管理できる。そのレシピを保存共有することで誰でも同じ味のコーヒーを入れることができるのです。また好みのレシピを保存することでいつでも誰でもその味を再現できるというわけです。さらにアプリのコミュニティ機能を使えば有名バリスタのレシピを再現したり、他のユーザーのレシピを参考にすることもできます。ジーナとアプリの連携はその多様性とカスタマイズ性が素晴らしく、3つのスタイルを気分や状況に応じて自由に選択できます。どうでしたでしょうか。この商品のデザイン性、機能性、多様性は唯一無二。今までコーヒーを入れるために必要だった多くの道具たちが必要なくなり、誰でも使いやすい最高のコーヒーメーカーです。お店はもちろん、自宅でも最高のコーヒータイムを楽しむことができます。ぜひとも手に取って確かめていただきたいです。